はい、今回は介護士さんが髪が切れたらどんなにいいだろうかということで、こう耳から後ろ、まずこういう感じでブロッキング、髪を分けて留めますね。まあ知ってる方とかで実際に切ってるっていう人がいるので、まあ何かの役に立てばということで一回作っておきます。でまず今回のハサミは100均のハサミです。これでまず切るときに長さをどれぐらいで切りたいのか、耳半分なのか、耳にちょっとかかるぐらいなのか、全部出すのか、耳スレスレなのかというのを聞いた上で切っていくんですけど、まあ今回は耳スレスレで切っていきます。でこのように全部下ろして、ちょっと前下がりというか、まあ右側が長くなるように指を作ってください。で今度下で切ったものを今度縦で切っていくんですけど、この頭皮に、頭の形、頭皮に合わせてまっすぐ引き出した上で、このさっき下で切ったこの指先ですね、見えますか、それからだいたいこの45度ぐらい、この角度見えますかね、こんな感じでまず一回切れる分は全部そんな感じでまず一回切ってみましょう。指を切らないようにちょっと気をつけてもらって、で次に頭の丸みに合わせてまっすぐ下ろしたところで、さっき切ったこのライン、こう一番前下がりの部分、今度顔周り下ろしたところで、ここですね、ここからこう上に向かって45度で切ります。最初に切った下のラインとこう前髪まで全部つないでいってる状態ですね。全部ここも頭の丸みに合わせて真下に下ろして、今回はまあ目ぐらいでまっすぐに切ります。で同じように頭の丸みに合わせて下ろして、この前髪とこうさっき切ったところをつなげて切っていきます。今度は前髪切ったところ、ここと上の方まで切っていくんですけど、ここも同じように頭の形に合わせてまっすぐ上に引き出して、頭の形通りに今回は切ります。でこの頭の形、てっぺんが高くて前髪の方が低い状態なので、頭の形通りに切ってあげると前が短くて後ろトップが長くなるので流れやすくなります。同じようにこの辺、頭の丸みに合わせて一周ちょっと前半分一周切ります。
とりあえず顔周りと横は一回ベースカットはこれで終了ですね。で後ろ、今度は後ろを切っていきます。後ろも、まあ、長さどれぐらいで切りたいのかっていうのを聞いて、切りたい長さのところで切るんですけど、今回はスワローテール、まあ、ちょっと前下がり、右が下がってる状態で切っていきます。ちょっと見えづらいみたいですけど、すいません。スワローテール、右が下がる襟足の形、あの動画の説明欄に、まあ、襟足の形いろいろ載ってるので見てみてください。ここも頭の形に合わせてまっすぐ引き出したところで、このさっき下で切ったアウトラインからちょっと上が長くなる45度ですね。横と一緒です。でこれまた同じように頭の形、頭の丸み、横の丸みに合わせて同じように切り進んでいきます。で今度あの最初に切った横と今切ったこの後ろの下の部分、この三つ襟っていうんですけど、そこと横をつなぎますね。もう同じように頭の丸み合わせて真下に引き出して、このこことこのさっきの下の部分っていうのを切るんですけど、だいたいこの生え際の形、それと同じような感じで生え際の形を切っていく感じで切っていきます。スワローテールの特徴は、まあ、三つ襟がちょっと長くなるっていうところですね。そろそろ飽きてきたですよね。で同じようにここも全部切っていくんですけど、縦でこう引き出して切ったものを今度横で切っていきます。ここでですね、だいたいこう真横に引き出したところからちょっと下げる、45度になるような感じでちょっと下げてるんですけど、これ45度ですよね。45度の角度を横でこう一回上に引き出したところからちょっと下げてみて、45度ですね。で切っていきます。これにより横と縦がつながって、まあ、クロスチェックということですね。あのつながります。さっき見えづらかったと思うので、もう一回右が下がる、これがスワローテール、この三つ襟がちょっと長い感じになりますね。最終的にこれをブローした時に前から襟足が見える感じになります。スワローテールはまっすぐ引き出して、ここから45度上が長くなるように切りますね。これ全部頭の丸みに合わせてまっすぐ引き出してください。ま
慣れないうちはちょっと難しいだろうとは思うんですけど、まあゆっくり時間をかけてこう何度も何度もやって、まずはやっていくといいかなと思います。でこれを今度ショートヘアスタイルの髪の減らし方というタイトルですかね。で、この髪の減らし方を、これをちょっと減らしていきます。で、これまあ同じやり方で全部、短いバージョン、これの長いバージョンっていうのも作ることができます。